さて、今日はエリザベス女王杯および福島記念です。こういう書き方しています。正気でない皆さんはユニコーンライオン取れましたよね。え、杯はですけどスペシャルです。はい、ユニコーンライオン取れました。まあコンピで最低人気だったにもかかわらず単勝2430円、副賞640円です。ワイドの方もですね27が取れているので3190円でした。これ生まれんかって言ったら馬券でしたけどもね、まあいいでしょう。はい、ですね、まあ結論から言いますと、ユニコーンライオン、私が思っていた通りにブリンカー、そして、一番前で逃げ切るということをやりました。福島コースだからできると思いました。詳しいことに関してはですね、まあこれは後日お伝えしようと思いますけれども、まあちょっとね確信まではいかなかったので、まあ結局100円コースということで私もそんなに買ってないんですよ、これは。はい、ですけれども来ました。で、まあ里のセシルが来てくれて、まあ新たがちょっと足避けたのでね、ということで、はい、福島記念で、回収することができました。さあ嬉しいな嬉しいなと思っていたところ、はい、エハイですね。はい、残念ながらデアリングタクトはこけました。はい、勝ったのはジェラルディーナです。まあ一応だから私も抑えてはいたんですけれども、はい、ウィンマリリンが2着、ライラック3着、サンサイバー来ちゃいましたね。まあでもサンサイバーの中でも一番人気のない、まあこの馬がですねやっぱり来ました。赤糸は勝ってたんですよ。だから赤糸来てればワイドかなり美味しい馬券だったので、まあでもしょうがないですね、これね。はい、そもそもデアリングタクトがこけてしまったので、こちらに関してはダメです、ゼロ円ということに、なってしまいました。はい、では行きます。続きまして東京の流れですけれども、本日買う馬券からということで、ワイド、一通りですね、まあ全レース10位、ある馬は全部、10レース分買いましたけれども、一つだけ870円でした。ちょっと870円しかつかなかったですね、逆に言うと。なのですいません、こちらは回収できていません。はい、まあ8レースで行ったんですけども、思ったより人気があったようですね。はい、続きまして阪神、こちらもですね、まあ、11レース分が買えたので3位6位8位ですけれども、こちらはですね8位が1回も来ませんでした。だから3位6位決着で、来たんですが、これも1回しか来ていません。6位が3回来たんですけれども、その時に3位がなかなかうまくはまらずですね、こちらもマイナスです。単幅3位っていうのもまあ来てますけれども、ちょっとワイド的にはうまくはまらなかったですね、すみませんでした。しかし、はい、こちら福島ですね、はい、1位3位8位こちら来ました。もう実は1レース、2レースでもうすでにかなりの回収をしているので、そこで勝ち逃げをするっていうのは正解だったかもしれません。その後もポツポツと取っていてですね、まあ1位3位がありますからね、はい、取れています。でトータルで言えば東京、阪神、福島全部の金額で買うと、収支はプラスです。まあそんなに偉そうなこと言えませんけどもね、はい、で、副賞単幅ですね、はい、5位はちゃんと来ています。8位も来ているので、単幅を、まあ、貼り付きながら、まあ、買っていれば、まあ、福島に関してはかなり美味しい馬券になりました。しかし私は貼り付いてないので、まあそこまでではないですけどね、ということで、はい、ただ、まあ、福島のこのワイドがうまくはまってくれたので、まあいいのかなと思うんですが、すみません、勝負レース、まあ、結論から言います。福島6レースでこけたので、もうここで私はもうダメージを受けております。はい、もうダメです。なんでしょうね、モディカ狙いもう完全に失敗しました。ここは本当に申し訳ないですね、はい、で福島9レースに関してはここはもうちょっと穴狙いで、でもう一つのカイザーミノル来るかなと思ったんですが来ませんでした。ということで私勝負レースこけてるのと、メインの G1 でこけてるので、実は私今日マイナスでした。はい、
福島記念を貼り付いてて、ちょっと買い増ししてればまだちょっとあったかもしれないですけど、この辺だから貼り付けないのきついっすね。まあとりあえず状況を見て買った方はおめでとうございますだと思います。福島記念取れたのでですね、はい、まあちょっと穴は狙っていきたいと思いますけれども、トレールレースで確実に取るというのがあれですね。ただ来週最終週ですから、福島なんかはもっと荒れると思いますよ。はい、ということで、今回は惜敗という形にしました。マイナスでした。久しぶりのマイナスやってしまいました。はい、ではまた次回当てていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。